はいどうも皆さんこんにちは、トリッピです。ということで本日もこちらドリームリーグ1ボックス開封やっていきたいと思います。ボケカの夏始まります。まあこれ僕2ボックス目の開封になるんですけど、これねローソンで購入したんですよ。でもって今ローソンで購入すると、まあ、こんな感じでスピードくじっていうのかな、700円に1枚これがもらえたんで、まあ、結構お得。まあ、こんだけ枚数があったら僕が一体何ボックス買ってるのか、ここでネタバレ知ってしまうかもしれないんですけど、まあ、内緒でいきます。あ、4ボックス買いましたいきなり内緒でいきますっていう発言は何だったのか。まあなのでほら見てください、このローソンサマーキャンペーンみたいな感じで非売品のポケモンカードもらえるんで、まあポケセンとかで購入する予定がない方はね、コンビニとかで探すってなったらローソンから積極的に探してみるとちょっとだけオタク感が味わえるかもしれません。ということで早速やっていきましょう。今回からの新レアリティ、まあ、全12種類のうちの3枚が入っておって、SR 以上枠、まあ、ボックスに1つ入ってるやつはですね、サポートの SR かウルトラレアでもって、もしくは、ポケモンですね。ポケモンは ラクレシアとかね、シルバディの SR じゃなくてね、タッグチームの SR もしくは HR だったら俺はめちゃくちゃに嬉しいです。やっていきましょう。はい、それじゃあパック開封の準備ができましたんで1パックずつ見ていきたいと思います。ちょっとお祈りしとこう。マジで当たってください、お願いします。本当に俺本当にもう全裸で町内会を一周するから、当たったらいいカードが当たったらタッグチームの SR 来てくれ。本当に2枚どっちでもいい、謎の草その2枚が欲しすぎる。ポッタイ C、 はい、ミミッキュー来い。もう五木さんが来ましたと。五木さんですね。まあまあまだこれから、まだこれから、あと今日ってか今回の動画は綺麗に並べることを意識しよう。はい、からの、はい、ピント合わせてガマガル、はい、コイルさんが来て、はい、ドガース、あ、ドリューズが来ましたよ。レア枠1枚目はドリューズ。そして肉気睡蓮の釣り竿。まさかここに来てグッズを肉気と思うことが来るとはな。ニューラさん、はい、モグリュウ、はい、ラルトス来い。はい、残念ながら違いましたと。はい、ガマゲロゲが来まして、はい、ホミカですね。ホミカさんが来ました。いや、こんな感じで綺麗に並べていきましょうと思ったらなんか斜めになってる、気のせいか。よいしょ。はい、じゃあサクサクいきますよ。お願いだ。しずくもコイル、よいしょ、ミミッキュー来い。はい、コータス、すごいね。コータス毎回だけどちゃんと鼻からプシューって息が出てる感じ、すごい好きだわ。俺ね、そう、コータス昔ポケモンのゲームの方で手持ちのパーティーに入れてたんだよね。いわーく、はい、キルリア来い。はい、あ、来ました、エルレイドさんがレア枠で来て、はい、またドガス。エルレイドはあれですね、タイプが2個あります。弱点を2個つけれますっていう感じで。はい、いわーくさん、ヌルさん、ネイティさん、ネイティかわいい、ネイティかわいい。はい、ハガメール来ました。そろそろハガメールも4枚揃うかな。この2ボックス目でだいたいレア枠は4枚揃ってくれたら嬉しいんだけど。はい、じゃあどんどん行きましょう。鬼しずくも、はい、タイプヌル、臭い花、レアコイル来ました。はい、レアコイルとなんかねすごいねいい感じに合わせれそうだと思うんだよね。でもってほっぺすりすりライニキも来てくれて俺はすごい嬉しいです。なんかスローペースやね、当たるのが。よいしょ、じゃあ行くぜ。次ポッチャーマー、はい、ハーデリア、ネイティ、よいしょ、はい、ピッピの、あ、違う、リーリエのピッピ人形、マニューラさん、よいしょ。あー、来てほしい本当に。タッグチームとりあえずもうダブルレアでもいいからタッグチーム2枚は出したい。はい、ほっぺすりすりにき、ヨーテリー、マグマグ、おわー、ラフレシア GX、 まあまあ嫌な予感。今回すごい、俺なんかもしかしたら、みんな聞いてくれ、俺に負のオーラが付きまとってるかもしんねえ。誰か払拭してくれ、お祓いに行かせてくれ。ラルトス、モグリュウ、本当にお願い、ハーデリア、うわー、来た、よし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 、ソルガレオ&ルナーラ GX 来たー。コズミックバーン230、次の自分の番、このポケモンはコズミックバーンが使えない。ハチマキ込みで260で、ちょっとね270ラインは届かないんですけれども、まあ女神の光 GX がね、相手は次の自分のポケモン全部ダメージ受けないんで、まあそこら辺がかなり強いよみたいな感じで、何よりイラストアート、
まあ、多分強いのは個人的にはね、もう一個の方だと思うんだけど、あのレシラムとゼクロムの方だと思うんだけど、俺個人的にね、こっちもね、かなり、ね、使いたいからね、これの SR のイラストが可愛いんじゃ、リーリエちゃんが可愛いんじゃ、俺本当にもうリーリエのためだったら俺全財産はたけるんでお願いしますお願いします。はい、で、マグカルゴが来ました。いや、マジ可愛いよな、可愛いよな。 L もかっこいいけど、やっぱこう見ると、うん、腰つき良き腰つき、ネイティ、はい、オタマロ、マグマック、はい、ライニキ、優勝、はい、N の覚悟、N の覚悟、2枚目だね、N の覚悟、2回連続で起きましたね、優勝。じゃあ次でございますと、まあ悪くない、ぽったいし、残りの1枚の GX 枠が、うおー、あ、来た、キャラクターズレア、そういや、出てこなかったから忘れてたけど、これは当たり、キャラクターズレアの中でも、かなり嬉しい、かわいい、ぽっちゃまと、光が、当たりました。これここに置いとこうかな。これなかなかいいですよ。睡蓮の釣り竿2枚目、このボックスはあのなかなかいい滑りだし、何よりも SR 以上枠で全てが決まる。ガマガル、はい、ニューラさん、このニューラのなんかイラスト可愛いね。よく見たら後ろにも2匹いるんだね、ニューラが。はい、あ、ムーランドが来まして、はい、ネイティオのデッキもね、俺ね作りたいと思ってるんでね、作ります。よいしょ。さあ、じゃあ次だ。いやー、ポケモンカードは、夏は対戦とかもたくさんあげたいな。臭い花、鬼しずくも、ヤーコン。はい、ヤーコンのデッキも作ります。もうこれ作りますって言ったら、もうまず作ろう。パッてもう作っちゃおう。もう結構今回はボックス買ってるんで。はい、ミミッキュー、鬼しずくも、なんか日本語として読んでいてすごく気持ちがいい。臭い花、ライチュー。はい、あ、リーリエの全力、いいね、いいっすね、ポーズも素敵、全力な女の子素敵何回言うんだ俺何回言うんだよ。モグリュー、おたま、おー、かっけー、マチスさん、かっこいい、いいな、これ磨いてあげたんだね、コイルを。あ、これ嬉しいな。もうほとんどこれコイル3匹いたらレアコイルやんけということで、キャラクターズレア、2枚目は、マチスさんが出ました。いや、これいいな、嬉しいな。マチスの家、やっぱりなんか乱雑にゴミ箱が等間隔にたくさん並んでるのかなあのセンスのないゴミ箱の置き方してんのかないや、嬉しいな、これこれ悪くなくない、まあ、声が俺個人的には嬉しいけど、まあ、多分ポッチャマの方がどっちかって言ったら多分当たりだと思うけど、俺はコイル普通に嬉しいな。はい、でもってピッカニキ、ポツチャマ、はい、ハーデリア、ポータス、こい、はい、ヤーコンが来て、よいしょ。さあ、あと1枚キャラクターズレアが出て、 GX があと1枚出て、 SR も出てないね。で、レア枠はまだもろもろ出る感じ。メイとかも出てないね、まだ。はい、ドットットガース、ドットットガース、ポッター、イシガンマガル、ヨワシ、あ、ヨワシ、いいね。で、N の覚悟、 N の覚悟今回多いよ。 N の覚悟3枚目でございますと。よいしょ。じゃあどんどん行きましょう。お願い、本当になんかラルトス、ニューラ、マグマグ、はい、ムーランドが来て、はい、マタドガースさん、よいしょ。さあ、お願いだ、マグマック、はい、からの鬼しずくも、キルリア、マグカルゴ、いいね、マグカルゴ、睡蓮の釣り竿、よいしょ。お願い、さっきよりペース遅いな。リワーク、ここら辺から、コイル、ヨーテリ、オレグ、うわ、よっしゃーよっしゃよし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 、レシラム&ゼクロム GX、 はい、もうこれ本当に最強です。はい、僕もうこれ環境取ると思います。ドラゴンの時代来ました。いや、これは嬉しい、本当に。いや、マジで良かった。とりあえずボックスで毎回このレシラム&ゼクロム GX は出てる。2ボックスともこれが出てくれたのは熱い。俺4ボックス買ってるからね、1ボックスに1枚ずつ出てくれて、どうにかしてね、4枚は揃えたいところ、4枚は揃えたいところ。いや、これ熱いな、よかった。でもって、はい、ラルトス、しずくも、謎の草、はい、リーレのピッピ人形が来て、はい、マニューラですね。まだ SR 来てないな。 SR お願いします。はい、モグリュー、オタマロ、はい、ヨーテリー、よっ、
おおー、レアコイル。レアコイルも2枚目であると。で、エンパルトが来ました。いや、こう見ると今回はかなり熱いぞ。今回はかなり熱いぞ、マジで。ポッチャマ、タイプヌル、 SR だけ、 SR による、マジで SR、 本当にちょっと SR で、本当にね、シルバディとかラフレシアは、お願いします、なしで。つか、スイレンの釣り竿が来たら、俺本当にもう逆発狂する。うん、本当に逆発狂する。お願い、こんなに楽しみにしてる男の子いないっす、ポケモンカード。お願い。トレーナーする、あ、メイか。メイ来て、メイが来て、いつきさん、いつきさん、よいしょ。あれ、結構少なくなってきたぞ。まだキャラクターズレアも出てないよね。キルリア、ヨーテリー、シズクも、あ、待って、タッグチームだ。え、 SR のタッグチームってこと？え、そういうことじゃん。もう2枚出てる。あ、来た、よっしゃ。よっしゃ。最高。ほぼトップレアですね。ほぼトップレア出た。え、かわいすぎる。リーレ、このリーリエは良き。もう本当に最高。ソルガレオ&ルナーラ GX の、SR 来ました。なんだかんだで俺ね、実はね、ハイパーレアより SR の方が好きだから、え、これマジで嬉しいんだけど。え、これ本当に嬉しい。多分これ本当に、多分トップ3枚に入るレアリティの当たりを、当たりをしたんじゃないかな。今回、レシーア、ラム&ゼクラム GX の SR と、あとメイかな？ SR のメイ、あ、で、これぐらいが、本当にトップレアに入ると思うんですよ。いやー、これは嬉しい。2ボックス目、ちゃんとダイヤロ取った。マジでアロ取った。嬉しい。ミミッキュー、ポッタイシー、ガマガル、ウイ、ドリューズ、あとキャラクターズレアが1枚。あと2パックだね。1枚出てくれるはずだけど。ドガース、ドガースニューラーク、サイハナ、ヌーの覚悟、ピッピ。あ、じゃあこれ最後の1枚か。出ない、2枚しか出ないってことは多分ないよね。じゃあこれ3枚目がキャラクターズレアかな。これの次。はい。お、なんだ？あ、ドガースホミカだ。おお、なんかシャレオツこれ。来ました。ドガース&、ホミカ。これめっちゃオシャレちゃう？なんか。これいいな、かっこいい。なんかポケモンカードじゃないみたい、普通に。なんかシール的な存在。おしゃれ。クソほどおしゃれ。いや、嬉しい。こんなに光物出ていいんすか、ポケモンさん。そりゃポケモンカード売れますよ。ポケモンカード夏、本気出しましたね。ということで、整理しましょう。はい、ということで、今回のドリームリーグ1ボックス、開封結果になりますと、キャラクターズレアは12種類のうちの、またしても3枚出ました。ポッチャも抜けたのも、すごい嬉しいし、個人的にはね、マチスとコイル嬉しかったですね。そして何より、このボックス、もう本当に、もう超当たりボックス、SR 以上で、本当に狙っていたものが、抜けました。いや、これは本当に良かった。1ボックス目はなかったことにしましょう。これが俺の開封の引きでございます。ポケモンカード開封おじさんと呼ばれてるゆえんはここにあるんだよ。でもって、さらに GX も4枚中3枚しっかりと当たりを2枚抜いていく。で、レア枠はこんな感じであると。でね、今回ね、まあ3枚、まあここら辺同じだけど、4枚出たんだよね。まあ時々こんな感じのことがあるのかな。でもって、ホミカがだから、ごめん、ホミカが2枚しか、出ませんでしたみたいな。結構偏りはあるね。あ、リーディも2枚だね。お、今回 N すごい良かったな。まあでもここら辺はね、まあノーマルなんで。まあそのうち俺もボックス何箱か開けてたら揃うからいいんですけれども、いや、本当に、マジで良かった。あー、美しい。はい、ということで、ここまで動画見てくれてありがとうございました。もしこの動画良かったら高評価よろしくお願いします。また明日のトリッピーでお会いしましょう。じゃあな。